はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ウイニングポスト9、2021続きやっていきましょう。1987年1月の1週からナイトスペシャル引き継ぎありでやってます。で、今回はお守り禁止やってます。お守りの使用は禁止。所有競走馬今3頭で、まあ、ただこれね、まあどれも、まだね、なんとも言えないですね。とりあえず1月の4週か、まで進めますか。さあ、キングエクレアがデビュー。まあどんな感じっすかね。絆使いたいのはないっすね。はい、どんどん行きましょう。エクレア印はね、ミカが20丸でカッパイが印なしでしたよね。4コーナーカーブから直線コースに向きました。キングエクレア先頭。まあ遅めでミカ20丸、カッパギ印なしなので、まあ、スピードは期待できないですよね。ああ、全然やね。これは厳しいね。はい、これは厳しい戦いになりますね。次が3月の1週か。まあそれでいきましょう。賢さディープラ。じゃあ次は3月の1週まで飛ばしますか。エクレア2戦目。お、桜スターを。はい、印はこんな感じ。なんかでもここも厳しそうやね。あ、ダートか。いや、芝のはいいんすよ。捕まるね。はい、捕まる。お、でまあ粘ったね。でも2着。まあでも微妙っすね。クレア、まあ一周出しときますか。で4月の一周まで進めましょう。よく誕生。どうっすかね。あー、まあまあって感じやね。ミカが20丸。あとは、ミカ20丸。あ、いいね。レイクビクトリアと CB。ミカがバギ20丸。くらいですね。うん。まあまあいいんじゃないですか。で、ヒンバね。オッケーオッケー。さあ、エクレアが行く。エクレア頑張ってくれ。まあ一応見ますか、ダイジェスト。さあ、いよいよ直線の攻防。キングエクレア先頭、後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか。いや、このリードは保てるやろ。あー、外来てる。一気に後続がやってきた。粘れ。粘れるか。粘ったね。
よし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 、エクレア勝ちました。いいところ教えて、いいところ、エクレアの。コメント聞きましょう。出た。まあまあ序盤っすからね。はい、スピード E プラス。まあ遅めでね、カッパギの印なしはきついっす。機種そうやね、まあ OK、 まあネクストでいいっすかね。3着、まあもちろんガツンが欲しいんですが、まあ序盤はね、まあグッドでも嬉しいね。とりあえずスピード B 欲しいっすよね。一周休み出して、お、メジロパーマ来た。いやーこれはいいか、やめとくか。よし、タネ付き行きましょう。まあ上から順番行きましょう。そうやね、谷のテスコか。まあノーザンテイストいきますかね。いやーまだ何とも言えないですね。東証ポイいきます。東証ポイいっとこうかな。はい、東証ポイいってきます。ラインゴールドでいこう。ノーザンテストいきます。まあ、まずは全体のスピードね、上げていきたいですよね。はい、パーソナリティで。ノーザンテスト、まあこれもノーザンテストで OK。 CB クロスか。いや、日本ピロウィナーでいこう。そうっすね、なんとも言えないっすね。レイクビクトリア、
まあもう一回 CB 行きましょうか。ベルダンサー、ベルダンサーね。まあ、ノーザンテイスト、ノーザンテイストかな。はい、これで。キングエクレアのレースはいいか。お、キングディライトが決まってますね。どちらでも久保村で行くか。どうする。いや、小島太さんにしよう。じゃあ6月の1周まで進めます。まあ序盤はこんな感じで、まあどんどんね、オート進行使ってきます。あ、OK。 え、キングステージ決まったか。エクレア微妙っすね。ステージ芝、久保村、まあでもいいんですが、よし、 OK。 じゃあ6月の3週やね。さあ、キングディライトがデビュー、どうですかね。的場さんか。まあ的場さんでいこうか。じゃあ1番人気、印はまあぼちぼちって感じやな。ダイジェスト4コーナーをカーブして、さあこれからです。エリモフィアです。あ、まあ来てますね。よし、まあまあとりあえずね。一番人気に応えました。キングディライト見事です。まあスピードがある感じじゃないですけどね。はい、とりあえず OK。 ディライト1400から2100か。うん、まあまあ使いやすいっすね。エクレアのレースは見なくてもいいっすよね。で、次、7月の4週まで行きますか。はい、7月の4週、乗ってくれないか。ディライト。行きましょう。ああ、もう苦しいね。一番人気アラフォートクか。まあ強いですからね。さあ直線に入りました。これからの勝負。ルゲロワイヤル先頭、外からアラフォートク先頭、ルゲロワイヤル追いすがる。うわ、厳しいねこれ。余力は十分、さらに引き離していく。2番手はルゲロワイヤル、アラフォートク、この馬で決まりか。アラフォートク強い強い。アラフォートク圧勝ゴールイン。2着はルゲロワイヤル、これはものが違う。アラフォートク、はい、いいとこなし。はい、パワーなし、精神没。
さあキングステージが来た。キングステージどうすかな。男エビナに任せる。まあ、まだこんな感じっすけどね。どうすっかな。まあとりあえず SP をね回収していかないといけないですよ。あ、でセールいきます。リライトもね、もうお任せで、パワー G プラス、きつすぎますね。で、精神は E プラス、パワー G プラスはきつい。じゃあセール。印微妙なやつはもう全売りです。これ残します。まあこれも一応残します。これもね、これは残します。期待バスね。で87年はこんな感じ。まあこの辺とか買ってもいいっすよね。まあ俺がよく買うのはイクノディクタスですね。これは結構使いやすいっす。まあ金あるならもう全部買っちゃってもいいと思うんですが。はい、じゃあ戻ります。でキングステージやね。さあキングステージ、まあいいですよ。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。キングステージぶっちぎれるかどうかよ、大事なのは。後続の手応えもいい。2番手はエーサスウィナー。キングステージ、まあまあまあ勝ってるね。キングステージ1着、2着でも良くないね。これは良くないです。エーサスウィナー。キングステージ見事1番人気に応えました。で次はエクレアか。ディライト、ステージ、そしてエクレア。まあエクレアこれね、まあこれもう引退でもいいっすよね。スピード E プラスとかね走らせてもしゃあないですからね。ステージ勝負根性 A。 まあとりあえず進めようか。8月の4週まで。リライトとステージ、騎手は完璧。じゃあエクレアも引退しましょう。はい、引退で。まあ遅めなんですが、もう引退します。さあ、どうだ。まあ、ディライトが、印はこんな感じ、ステージはこんな感じか。まあ、とりあえずダイジェストで。さあ、短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、キングディライト、先頭、外から勢いよく、オールドカフェ、オールドカフェ、抜けた、レッドカフェ。お、最後、グッとはね、来ないけど、まあまあ、頑張ってましたね。ディライト。3着にゴールドカフェ、レッドカオル、見事一番人気に応えました。まあコツコツやっていきましょう。
勝負根性 A プラス。ダート行くか。まあこの辺はね、まあローテとか決めないです、もうお任せでいきます。こいつだっていうのが来たら、まあ、きっちりね、まあ、いつも通りあのローテとか決めていきます。ちょっと一気に進めるか、12月の4週まで。それやりすぎか。いやいいね、進めよ。さあ12月の4週になりました。ディライトがこんな感じと、賢さが A、 勝負根性 A プラス、パワー F、 精神 E プラス。厳しいね。でステージがパワー D プラス、勝負根性 A。厳しいね。ね、厳しいっすね。まあ序盤はね、いろいろ足りないんすよ。まあ調教師のね、能力も上がってないですし。ただね、こんな感じですからね。すみれさんまだこんな感じですからね。で、施設もさ、まあ3段階目とかできないじゃないですか。まだね、ちょっと序盤は時間かかるんですよね。だからこれ3段階目に、あげるにはね、名声1000必要なので、最初史実を使って、もう一気に名声稼いで、まあ準備整えるのがまあ早いんですけどね、自家製サンバで戦うなら。まああとはね、お守りありなら、まあこうやっていろいろいるんですが、この史実を牝馬がね、で、小出しがいいやついるんすよ。まあ、それをもう集めれば、もうそれだけでもある程度っていうかもう戦えますね、普通に。87年終わり。表彰式いきます。おー、マックスビューティー。はい、行きましょう。はい、87年はこんな感じ。日ポテオ強いですね。さすがね。あとはやっぱりマックスビューティーがね、硬いよね。桜花賞、オークス。で、秋華賞取って3冠取って、プラス、エリザベスも取ってます。日ポテオ頑張ってますね。朝日はスーパークリックか。はい、ニポテオ。アリシバ。ムトと言います。はい、します。エクレアね。
どうしますかね。お守りは使用禁止なので、買うなら、まあ、こっから上っすね。そうやね。まあ、ちょっとチェックしようか。こっからやね。まあ、一つね、なんか買ってもいいっすね。まあ、フェアウェイのこれ買います。はい。これにします。で、2頭売らないとっすね。はい、ここ OK。で、売るのはね、どれにすっかな。ベルダンサー売ろうか。ベルダンサーと、ミス・カマダにしようかな。はい、それでいきます。OK。調教師はこんな感じ。で、騎手はこんな感じと。これがカッパギのみか。で、早め。で、これもカッパギのみの早熟か。うん、まあ、なんとも言えないですね。まあ、スピードだけあって、まあ、使いづらいみたいな、いうパターンかもしれないですね。まあ、特にこっちは。まあ、これはね、まあ、早熟でカッパギ20丸なので期待できないですね。はい、設定終わりました。キング谷野。そして、キングレッスン。まあ、これ自動でつけました。明けまして。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。88円ですね。まあ、なんとも言えないですよね。とりあえずは、まあ、これやね。と、まあ、これも楽しみですけどね。この辺もね、いいかもしれないです。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。